パラ陸上世界選手権女子 400m 視覚障害佐々木マナは5位。フランス・パリで開かれているパラ陸上の世界選手権は女子 400m 視覚障害のクラスの決勝が行われ佐々木マナ選手は5位に入りました。フランスのパリで開かれているパラ陸上の世界選手権は4位以内に入ると来年のパリパラリンピックの出場枠を獲得できます。 大会最終日の17日は、女子400メートル視覚障害のクラスの決勝が行われ、福島市出身の佐々木選手が出場しました。佐々木選手は、生まれた時から目に入る光の量を調整できない、無光最小で視覚に障害があり、中学2年生から陸上をはじめ、東京パラリンピックでは、この種目7位でした。 佐々木選手は強化してきたスタートの加速で一気に飛び出すと最後は激しく競り合って58秒02でフィニッシュし4位のフランスの選手に0秒08を呼ばず5位でした。佐々木選手は悔しい気持ちでいっぱいだがこれが世界だなと痛感したので来年のパラリンピックに向けて さらにスピードを強化してもっと強くなって世界のトップの選手たちと競っていけるよう頑張っていきたいと話していました。